ポケモンケンタで個人 V 杯、鎧の孤島杯。はい、光イリアです。冠の雪原は出ちゃったけど、エーラオスは、冠でも、この先生き残れるのか。今日は、決勝への切符をかけた一戦になります。見てね。今回の、スケジュールの確認です。リリアここまで3連勝して、リーグトップです。今日勝てば、決勝進出です。負けたら、得失点差みたいな感じになります。3ポケモン数だね。今日の対戦相手は五色空さんです。見るからにお強そうな方ですね。事前研究では浮き系の構築を使われる感じでしたが、果たして今日はどうかな。五色空さんのチャンネルも概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。よし、じゃあ始まります。いや、緊張する。多分空さんは一番強敵だと思います。シリーズ5のルールとなっております。勝てるかな。さあ、選出だ。重要な選出。おこれはカバルドンは絶対出せないね。ウーラオスがウオドラゴンに殴り勝てるかどうかっていうのはちょっとそこが怪しい。ニャオニクスからかな。ニャオニクス、ジバコイル先に出してもいいけど、ニャオニクス、ウーラオス初手に出されたらミミッキュが怖いな。ミミッキュには挑発して起点にするかな。あとはもう自然に。どっちだろう。いやー、これですかね。わからん。いやー、厳しい。さあ、何で来るか。よし、カバルドン。これならまだ。でもタスキが剥がれちゃうのか。それはちょっと良くない。これで、変えるとしたら、ミミッキュかな。いきなりミミッキュに変えるとか、あるのかな。これで、雷の牙、攻撃型だったか。じゃあ、一旦下げよう。地震。ちょっと手損してますね。やばいですね。まあ、ゲームプランとしてはこうゴリゴリ行こうって感じですね。で、相手の特殊アタッカーでこの時に電気技を持ってるやつがいるかどうかで選択が変わる。いるじゃん。一旦でもあくびを入れておこう。いや、あくびされてもライフェアリーが怪しい。殴っておこう。で、化けの皮をとりあえず剥がしておく。呪いか。それは助かった。光の壁でポリゴンと殴り合う。張ればポリゴンと殴り合う余裕もできるはず。光の壁を張っておこう。でもここでトリルとか入ったら普通に倒しておけばよかったか。あ、ウオノラゴンだ。これならなんとかギャラで押せそうな気もしなくもないです。ギャラドスで、まあ竜舞するかな。リフレクターまだ残るよね。まだ、5ターンもある。ダイジェット、ダイジェットでの方が、いいかな。ここはダイマックスしても行くべき。この並びだったら、もう、ダイマックスして行くし、べきだね。で、なんか、弱点技打ってくれれば、それはそれで、上を取ってる。ロックブラスト、よし、当たんないんかい。当たってくれた方が良かった。今のは弱点保険を発動できたから。さあ、しかし、でもまだだいぶ有利な感じにはなってるかな。これミミッキュか。まだ何か怖い形が。
こっちもダイマックスと壁状態だったの。ダイマターンカラスだね、今のは。ダイジェットで確実に行きましょう。これ耐えられるとちょっとめんどくさいかな。さあ、これを相手としてももう耐えるかどうかという。いや、ダイウォールで守るのか。なるほどね。で、相手の次の1回で壁、多分このターンまでじゃ素直に牛舞飛び跳ねるっていうのもありだな。まあ、と飛び跳ねましょう。ここは素直に行こう。あ、牛舞からの方が良かったか。やばい。これは逆転されたかもしれない。この雷の牙が耐えるか。あ、当たらな。これは落ちるかな、さすがに。あのね、ウロノラゴンが不意打ちの射程に入ってるかどうかもちょっと怖いな。ちょっとミスりましたね。やっぱ竜舞か、あそこは。ここでどうもスカーフじゃなさそうなんだよね。ここ暗黒超なら行こう。よし、まあ、確定急所で勝った。対戦ありがとうございました。なんかすごいミスしたけど運勝ちしたっていう感じで、ちょっと微妙な試合になっちゃった。いやー、試合を振り返ってみるとですね、やっぱり2回あのロックブラストが外れた方は逆にアンラッキーだったんですけど、雷のキーパーが外れたのはすごいラッキーだった。ウオノラゴンがダイウォール した後にね、あの安直にちょっと飛び跳ねる打っちゃったんですけど、冷静に考えると相手からしたらもう飛び跳ねる読みでカバルドンバックで雷の牙にかけるしかないという展開ぐらいしか勝ち筋なかったので、まああそこは多分ウオノラゴンの第6を食らってもそんな致命傷になってなかったとは思うので、まあ自信とかを打つのがベターだったのかなとちょっと反省しました。壁からだったら、ウオノラゴンの第6だったら多分ね、自信を持って耐えていたはずですので、一回、竜の舞もありだったかもね。竜の舞で残り、自信で落ちないかなーっていう動きをするっていうのもありだったかも。それだとちょっと、ウーラオスとカバルドンが最後対面した時に殴り合いで勝てるかがちょっと、まあ、怪しいところではあったんですけど、多分角煮圏内ではあった。かな、攻撃振りのカバルドンみたいだったので、まあ多分ウーラオスの暗黒強打で角煮で、こっちは相手の自信をなんとか一発耐える、自信と砂溜めをなんとか一発耐えるかなというところだったんですけど、まああんま自信なかったですね。はい、決勝進出です。頑張る。はい、ちょっとほっとしました、勝ったことで。決勝もでも準優勝止まりが多いので、決勝も油断せずに、もうしっかり優勝を目指していきたいと思います。ということで、ゴシチ君さん、対戦ありがとうございました。まあ、ちょっと、まあ、ギリアとしては、大いに反省すべき試合になりました。うん。なんで、本当に、ウオノラゴン対面の時に、竜の舞を積まなかったのか。ダイマックス解除された後も竜の舞を積まなかったのか、うん、本当になんか課題の山積みの試合でした。反省。さらにさ、ギャラドスの方がさ、ウオノラゴンよりも早かったことを忘れててさ、
最後までちょっとウオノドラゴンがスカーフかどうか実は警戒してたりとか、そういうミスも犯してたしね。試合中はさ、まあ大ボール持ってたから多分スカーフじゃないでしょうっていう感じで考えちゃってたと思います。反省その2、ちょっと運勝ちした感じで申し訳なかったです。この分の悔しさを決勝にぶつけたいと思います。応援よろしくお願いします。クーさんともぜひ再戦したいなと思ってます。また次回、次はいよいよ10月26日決勝です。このギリアチャンネル会いましょうね。またね。見てくれて本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。それじゃまたね。おつりりあれした。